こんにちは、ペガちゃんです。稲妻イレブン2、今日の侵略者ブリザード実況、今回もやっていきたいと思います。今回はとりあえず風丸を探していきたいと思います。はい、階段の前にいる女性、よく河川敷に来てるみたい。わかりました、ちょっと行ってみよう。階段の前、早速一発目から掴んだね、こいつ。はい、風丸くん、それってあの青い髪の男の子のことかしら。え、その子たち、この河川敷で毎日サッカーをしていたわよ。あの子たちの練習ずっと見てたんだけど、かわいそうだったわ。どういうこと？最初は怪我のせいで全然走れなくて、シュートもうまくいかないし、とても辛そうな顔でサッカーをしていたから心配していたの。あー、なるほど。怪我の治りが不十分なままサッカーしてたってことかな。ああ。それで今日は風丸さんたちを見てないっすか？さあ、今日はまだここに来てないんじゃないかしら。うん。あいつら本当にどこに行ったのかな？行方不明ですね。最近他にもこの河川敷でサッカーをやってる人たちがいたわね。誰？あの子たちよりもう少し大きいと思うけど。え、どういうこと？その人たちみんなローブを着ていたからよくわかんないよね。ローブ。でも彼らのサッカーはすごかったよ。だって彼らのキックでサッカーボールが破裂しちゃったんですもの。え、そういえばさっき破裂してたよね。そういえばさっき俺も長いことサッカーを見てきたが、キックでボールが破裂するなんて聞いたことねえぜ。確かに。何？これは鉄塔の方から聞こえてるのか？ち、なんだこの大変な時に。もしもし、今それどころじゃ。な、何？それは本当か？わかった、すぐ署に戻る。っていうこと？鬼瓦刑事？大変だ、総理が何者かに襲われ、行方不明になったらしい。またか。あ、そこにいる、トウコ。し、これはまだ警察だけの極秘情報だ。俺はすぐに署に戻る。鉄塔の方はお前たちに任せたぜ。なんかすごいまた、最後のミッション感出てるよ、最後の。私なら大丈夫。パパはきっと無事だよ。信じてるよ。私だって、いつまでも昔のままじゃない。みんなと戦って強くなってきたんだ。はい。落ち込んでなんかいられないよ。今は鉄塔に向かうのが先だ。急ごう、エンド。わかりました。急ごうぜ。この音、この感じ、まさか。いや、ゴエンジとキドはちょっと気づいてるよね。うん。ちょっと気づいてるところがあるんじゃないでしょうか。ちょっとということで、行ってみましょう。まさか、やっぱエイリア学園ってことか。やっぱあれで終わりじゃなかったってことか。鉄塔。鉄塔、鉄塔、鉄塔。鉄塔、鉄塔。はい。さあ、登り詰めていく。いるか？いるわ、響き。あ、響き監督。キャプテン、あれを見て。何？あ、鉄塔が壊されてる。幸い、一部は壊されただけで済んだみたいだかな。ひで、稲妻町のシンボルが、じいちゃんの好きだった場所が。私、遠藤にとって思い出の場所が壊されてしまった。これを見ろ。あ、黒いサッカーボール。ぐぐぐ、重い。この重さ間違いない。エイリアが使っていた黒いサッカーボールだ。そんなエイリア学園は確かに倒したはずっすよ。監督がこのボールを使ったやつの顔を見てないんですか？すまん、俺がついた時にはもう誰も。何？誰だこいつら。ひー、見逃してくれ。まだ逃げてなかったやつがいたのか。落ち着け、ここで何があったのか俺たちに話してくれ。分かれねえ、急にものすごい音がしたと思ったら、変な奴らが鉄塔を壊そうとしてたよ。俺ら腰を抜かしてしまったんだ。そいつらはどこに行った？どんな顔だったんだ？知らねえよ、人間離れしたスピードでどっか行ってしまう。人間離れしたスピード。それにそいつらローブをかぶってた。あ、ここでまたローブ出てきた。うん、うん、そうかもね。もしそれに人間離れしたスピードだなんて、もしかしてそのローブの奴らってエイリアンなのかも。ああ、エイリアの残党がまた何かを企んでいるのかもしれない。鉄塔の稲妻シンボルはこの町の平和の証だ。それを破壊することで俺たちに宣戦布告。おお、なるほど。こんなことで嘘なんてつかねえぜ。そうそうだ。奴らどっかに行くとき、こんなの落としていったんだ。ほら、何？お、ユニフォームじゃん。この背番号は風丸のユニフォーム。え？どういうこと？なんでみんなのユニフォームがこんなところに？まあ、まさか、そのローブのやつら、あ、さらわれちゃった。マジか。
春菜から電話だ。もしもし春菜、大変なことになった、すぐに窃盗に。お兄ちゃん大変、来門中のみんなが。は、春菜どうした春菜。どういうこと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 。うん、秋風丸たちが消え、総理も行方不明、しかも秋たちまで、一体どうなってんだよ。確かエイラ学園のあれ終わったはずだよね。うん、いや春菜のことになるとすごいね、足が速くなるね。ってことで行きましょうか。なんかいろいろとすごいな、動き出してる。はい、クッキーフレーバー、満足一本満足ってことで、多分今回はちょっとサッカーなさそうなんで、やっていきましょうか。サッカーバトル、ドン、こうやって、はい、これいったでしょ。ヘディングで押し込んでいく、はい、決まっていく、やったぜ。ということで、それでは向かっていきましょうか。さあ一体何があったんだろうね、本当に。ちょっと行ってみましょうか。お、何、あ、エイリアだ、エイリア、びっくりした、来るぞ、びっくりした、ここから先には行かせんぞ。ほい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 、一点奪い、わかりました。なんかもうすごい、なんか怖いな、なんか怖いぞ、なんか俺。さあさあ、パスを回して、パス、おくそ、やばい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 、1対1だ、完全に完全に1対1だ。追いつけ追いつけ、壁山が追いつかない、キャッチ、 OK、 ボール止めたでしょ。マジで、負けちゃったんだけど、なんでだよ、なんでだよ。そんなのも取れないの、エンド守る、やばい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 、そう早く行かないと、マネージャーたちが、雑魚に構ってる時間はない、どけ、軌道落ち着け、軌道も暴走してるな、そこまでだ。お、戦隊ヒーローのように現れた。エンド、ここは警察に任せて、お前たちは早くキャラバンに行け。わかりました、キャラバンに変な映像が届いた、わかりました。あの人を待たせるわけにはいかない、まあ、あとあの人で何、 あんなに慌てて古川さんが待たせてる人って誰なんだろう。ちょっと行ってみようか。うん、お前大丈夫なのか、心配ない、さあ早く行くぞ。春菜のことに変わると すぐに人が変わるねってことで、うん、なんか俺さ、すごいさっきのサッカーバトル負けたようななんか、うん、記憶があるんですけど、そんなこと気にせずに行きましょう。ほい、お、財前総理だ、なんで、お、よかった無事で。襲われたって聞いてたけど、一体誰がそんなこと。うん、私を襲った相手、あれは間違いなくエイリアの手の元だった。うん、SP フィクサーズが助けに来てくれたおかげでなんとか無事に済んだのだが、どういうこと、あー、すまない、どこにエイリアが潜んでいるのか分からなかったものでね。うん、銃に動くため私は行方不明ということにしてもらったのだ。ああ、そうなんだ。その後の調査でエイリアたちが稲妻町へ向かっていると分かったのでね。うん、総理と共に向かっていたところ、君たちが襲われている場に出くわしたというわけだ。なるほど、風丸くんたちを連れ去ったローブの奴らもエイリアに間違いないね。風丸くんたちが、うむむ、あれ、そういえば理事長はどうしてここに。うん、何、私はそんなこと していないぞ。どういうこと、まさかさっきの先生もエイリアの手先だったんじゃ。あ、マジか、そういうことか。春菜から助けを求める電話があったんだ。もしかして秋も夏美も春菜も今頃エイリアに、いや、今頃拘束されてすごいなんかいやらしいことされてるんじゃないの。うん、キラ誠二郎は罪を償うために今は刑務所にいるはずだ。一体誰がエイリアを動かしているのだ。そうだ、君たちに映像を見せなければならなかった。わかりました。あ、ごきげんよう、ライムイレブンの皆さん。多分なんか変な声だと思うけど、まず皆さんには礼を言わなくては。皆さんのおかげであの目障りなキラを消し去ることができました。これでようやくこの私がエイリアを動かすことができます。私はキラのようにくだらない復讐心なので動いてはしません。あの老いぼれはエイリア石の使い方を分かっていませんでした。私の研究を使えばエイリア石の放つエナジーを何倍も高めることができる。
そう、そしてこの私は研究の結果ついにジェネシスを超える最高の戦士を完成させたのです。マジで。その名もダークエンペラーです。ダークエンペラーの力は素晴らしい。その力を知れば世界中の権力者たちが私にひれ伏すんでしょう。そう、この私が新たな世界の支配者となるのです。なるほど。まず手始めにダークエンペラーで君たちライモンイレブンを倒しましょう。すでにライモン中でダークエンペラーと向かわせました。エイリア学園を倒した君たちに勝てば力を示すことができる。君たちに逃げることはできません。なぜなら、何が言いたいのかよくわかんないですけども。お、小暮がモニターを叩いている。ジェネシスより強いダークエンペラーだって。あ、マジか。まだ残ってなのか。剣崎はキラの部下ではなかったのか。そうか、あの富士山のアジトの不自然な爆発。あれは剣崎が自分の脱出を隠すためにやったのか。なるほど。エンド、もしかしてそのダークエンペラーってやつの正体は、風丸たちをさらったローブのやつらなんじゃないのか。あー、なるほど。確かに、あの破裂したサッカーボールを考えると十分あり得るな。ダークエンペラーとはライモン中へ向かっているんだよね。だったら、やつらを倒せば風丸くんたちを助けられるかも。おー、なるほど。これ風丸救うことができるんだ、これで。剣崎を止めなければ、世界がやつの言いなりになるだけじゃない。もしジェネシスのような戦士を作る技術が世界に出回ってしまったら、世界中で彼らのような戦士を利用した戦争が起こるかもしれない。それまずいね。そんなこと絶対に許さない。俺はみんなと全国を旅して分かったんだ。おう。サッカーには住んでるとこや男だとか女だとか何歳かなんて関係ない。一緒にサッカーをして全力で一つのボールに心をぶつけ合えば、どんな奴だって分かり合うことができる。すっげえスポーツなんだって。おう、すごい。これあれだな。格言だな。格言だけど、俺の下が追いつかない。だからそのサッカーを人の争いの道具になんて絶対にさせない。エンド、うん、そうだね。僕らだってサッカーのおかげで友達になれたんだ。ショック、本当にすまない。また君たちにだけ世界を救うなんて役目を押し付けてしまった。ただ大好きなサッカーを怪我する奴は許さない。それだけなんだ。おー、それが結果的に世界を救うってことになってるからね。そうそう、ただのサッカーバカなんだよな、牛し。何、エンドさんはバカじゃないぞ。立ち向かく、そういうのってフォローするの余計にバカ、まあな。ジェネシスになって俺たちは勝ったんだ。ダークなんとかだろうと、ちゃちゃっとやっつけてやるぜ。これなんかフラグっぽいけどな。うん、最高の選手だろうと敵じゃない。だって僕たちは地上最強のサッカーチームなんだから。うん。私たちがやらなきゃ誰かやるさ。うん。ふっ、その通りだ。来ましたね。勝利の女神は最後に褒めるのは誰かわからない。だろ、エンド。あ、俺たちの全力でぶつければ、絶対に勝てる。わかりました。ってことでやっていきましょう。これが最後の戦いだ。行こうぜ、みんな。おお。さあ、始まっていく。お財前。新たなチーム。いや、まさかそんなはず。どういうこと?ちょっと財前は怪しがってるね。ちょ、行ってみようか、ライモン中に。はい。アキたちは一体どこにいるんだ。ダークエンペラーズはまだライモン中にはついていないのか。エンドくん、え、なにこれ、なにこれ、ちょっと待って、エロい、これエロいんだけどすんげえエロいんだけどこれアーキー、それに夏美も春だもん。お兄ちゃん、春だ。お、囲まれた。来たか、待ちかねたぞ。ローブの男、貴様ら風丸たちはどこやった。アキたちを捕まえて一体どうするつもりだ。私たちだけじゃないわ、まだたくさんの生徒が捕まってるの。え、人がいなかったのって生徒を捕まえてたんだ。へえ、そういうことか。エイリア席の力を持って今ここで貴様たちを潰す。エイリア席の、やっぱりこいつらがダークエンペラーズなのか。くっ、ついに現れたか。くぐさあ来い、ライモンイレブン、最後の決着をつけよう。謎の黒ローブ出現、みんなを助けようってことで、ちょっとね、やっていきたいと思います。さあ、俺らの戦い、わかりました。はい、みんなこれが最後の決戦だ、準備はできてるかと。わかりました、やっていきましょうか。わかりました、やっていきましょう。はてなはてなはてな、やっていきましょうか。ちょっと
うん、勝つよ。ライムフォーメーション、ほい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 。まあこれでいいんじゃないでしょうか。あ、そうか、でも津波がさ、あれ覚えたけど、まあいっか、このままでいっか。いや、ちょ、帰るわ。津波がね、スピニングカット覚えたんで、こう、こうしましょう。はい。うわ、全員ハテナじゃん。これ勝てるんじゃないの、わからんけど。ちょ、とりあえずパスを回して。これは？あー、くそ。うまい。オッケー。ちょ、津波ブーストっすか。早速。一本目。津波ブースター。どうだ？行ってくれ。津波ブースト。シュートブロック入らない。どうだ？爆裂パンチ。これ行ったんじゃない？意外と。あ、くそー。ダメか。しかし、弾かれたボールに吹雪が反応して、これアイスグランドで奪って。アイスグランドで奪っていく。凍らせていく。さあ、拾っていき。行きましょうか。これ属性勝ってるからさ、どうしよう。ウルフレジェンドか、やっぱりウルフレジェンド。ちょ、行きましょうか。ウルフレジェンド。うわー、どうだこれは。ボケレスパンチ。これはいったでしょ、さすがに。オッケー、破っていく。あっさりと破っていきますね。 1-0 やったぜ。オッケー、いい感じ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 。さあ、ゴンジがスライディングで奪っていき、こっちは弱えな意外と。こっちスライディングでもう一回。あー、ヒートタックルか。ヒートタックルでやられていき、これはディフェンダーを集めて、軌道が奪えるか。軌道がオッケー、奪っていく。失敗させるってことはだいぶ実力差があるってことかな。あ、くそ、これちょっときついか。さすがにちょっときついな今の。もうちょっと右だったね。もうちょっとこれ奪えるか。あー、くそ、早い、パスが早い。しかしフレームダンスでいけるか。あ、ジェジする。ファル来い。ファル来い。ファル来い。ファル、ファル。マジか。あ、あっちがバーニングフェイズ使ってきた。うまい。スライディングで。ジグザグスパーク。これかっこいい技だな。これかっこいい技だな。さあさあさあ。バーニングフェーズが終わるが、あっちはバーニングフェーズまで続いてる。で、旋風陣で。いけるか？あー、すごい、ジャッジする、強えな。ジャッジするでやられていく。ファール来い。オッケー。ファールをもらっていく。いい加減ちょっと点取ろう。こうで。あ、くそ！ミスっちゃった。これは、ザウォール。オッケー。山を作って止めていく。ちょ、これ一回後ろに戻すか。一回後ろに戻して、ちょ、組み立て直す。あ、くそ、ダメ。これはオッケー。すげえ、小暮が2回弾いたよ。ファル来い。あ、くそ、あはは、小暮めっちゃ弾いていくね。小暮がかわせ。あ、ダメか。ファル来い。これキャッチ、キャッチ。オッケー。まあいい感じです。オッケー、前半終了。結構楽じゃない？お、解放された。くっくそ。遠藤くんみんな。お兄ちゃん。春だ。これがダークエンペラーズ、おかしい。この力はジェネシスよりも、確かに。ああ、もう少しで風丸たちも助けることができるんだ。さあ、ローブを取って正体見せろ。風丸たちの居場所を教えるんだ。え？ああ、あなたたちは、どういうこと？浮島。
わしたちは一体何をしていたんだ。 OB なんだ。へえ。そういう気がついたらこのざまだぜ。グッ。捕まるたち、わしらは油断したんじゃ。なぜなら遠藤君、ローブの奴らの正体は本当の敵は。ああ、キャプテン、空を見て。